阪神、救世主。阪神の井上康太外野手が10日の DeNA 戦から1軍に昇格することが9日、分かった。井上は2軍で25試合に出場し、90打数31安打で打率3割4分4厘。4本塁打、17打点と長打率も5割3分3厘の好成績を残している。8日のウエスタン広島戦では2試合連続の3安打を記録。和田2軍監督も追い込まれてからコンタクトできていた。簡単に終わらずにヒットにできてるんでね、粘り強くね。今、非常に状態はいいんじゃないかなと絶賛していた。チームは7日の広島戦で今季4度目の完封負け。8日の同戦も1得点に終わった。野手の入れ替えとなれば、今季初。金田解消へ、プロ5年目の大砲に期待がかかる。6番レフトでスタメンかな、スタメンならどんでんハムの。井上楽しみ。大山と佐藤に代わって頑張れ。やっと来た。起爆剤になってほしいと願う。はっきり言うて。この選手に一番大事なのは、怪我をしないことかな。いきなりクリーンナップでいいよね。待ってました。今使わないつ使うんだ、と思ってたぜ。クリーンアップが完全空気やから、頼むわ。今年こそ1軍の壁を越えろ。森下3番にして、宇野上6番やな。多分ノイジーの代わりにスタメン。上げてきても、スタメンやないやろノイジーやろ。代わりに落ちるのは誰やろ。打てなかった、外野手といえばノイジーだけど、小野寺あたりがとばっちり受けそう。スタメンに入って、今の打てない、得点力不足の打撃陣に活力を与えてほしいな。そらこの成績で上げんかったら、何かあるんかって思うよね。でも井上くん、このチャンスは最後かもしれんと思って掴むんやで。そろそろ1軍で定着してほしいな。今、1軍は打ててないから大チャンスなんだよな。昇格即プロ初ホームランを期待したいですね。頑張れ井上選手。今回こそは期待している。ホームランをかっ飛ばしてくれ。佐藤輝はいらないくらいに。遅いぐらいやわ。レフトで即スタメンで使ってほしい。